はい、ローガン選手、この動画です。それでは実況プレイやっていきたいと思います。アルティメットモードですね。オンラインですね。オンラインシーズンズやっていきたいと思います。この準備が終わんないかな。メンバーはこんな感じですね。クラウチと。さあやっていきたいと思います。いやこれ勝てないでしょう。レート、80か2トップ強烈ですね。バロテッリがいるのか。442のダイヤモンド型ですか。さあこんにちは。今日の実況を担当いたします西岡明彦です。今日ベルティンスアレーナで行われる試合の模様は解説に堀池匠さんをお迎えしてお送りいたします。堀池さん今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。まあこれは入れられても大丈夫じゃないかな。オッケー。バリーが抑える。危険な位置です。これクラウチは厳しい。うっそー、今早めに上げたんだけどダメでしたね。戻れ戻れ。オフラインじゃなくてやっぱりオンラインはね、本当ね緊張するんですよね。攻撃に移りたい。デヨンク。デヨンクいい選手いるじゃん。アバーテ。ここで打つ。オッケー。ボールを掴みます。さあ、頑張ってやっていきたいと思います。ドーソン。ケリー。これはラウル・ガルシア。これラウル・ガルシア、おお、そこかよ。ボールを失いました。ラウル・ガルシアね、ACM の選手なんで。ファウルじゃないの？カルシア CM の選手なんで、やっぱり。ちょっと守備力、ボール奪取力がね、厳しいと思うんですよね。ボールが中盤でカットされました。これはファウルです。まあ、今のファウルは良しとしましょうか。ルカ・アントネッリ。ルカ・アントレッティ。ボールにはメレス。今の取れないの？相手とボールの両方がよく見えてますよ。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。バレンシア。ここにラウル・ガルシアがいます。そこじゃないんだよね、今ね。センター出したつもりだったんだよね。ルイス・アドリアン。アレックス。アバーテ。まあ守備はコンピューターに基本的には任せて、メネス。相手がミスするのいいカットしました。少しは楽になりましたね。アバーテ。決定的に見えた場面はオフサイド。これあれだね、こっち全然アンシュートしてないね。ノーファール。エリアは注目ポイントになりそうです。デヨング振り抜いた。ボールが収まります。 OK、 いいパス。
あーそこ越えれば超チャンスやったんには。バリーが抑える。ラウル・ガルシアのところに行きました。ナセル・シャドリ、ディフェンダーのプレーを好む選手ですが、オフサイドか今の余裕かなと思ったけど、ボールを返します。ナイジェル・デヨング、メネス、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。さあ、あドリブルの方向が目を切っちゃったからな今な。アレックス、ナイジェル・デヨング、さあバロテッリです。アバーテ、デヨング、セクシーなボール回しです。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。いやー今勝てないのクラウチ。ナセル・シャドリ、オリビエ・ジルー、おい、うまくボールを取りました。おい、ファール。いい形でゴール前まで持ってきました。通った、いい形になる、決まるか、強い、オフサイド、オフサイド。ちょっとファールっぽいんですけどね。ナイジェル・デヨング、あ、やべ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 、決めに来た。キャッチはできません。ボールがこぼれています。シュートに行けるか。あー、勝てんか。コーナーに向かいます。マジかよ、危ねえ。それ負けるのって感じよ。シュート0、試合一旦シュート2本。ちょっとクラウチ変えよう。役に立ってないからね。あ、でも相手クラウチの方が嫌なのかな。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。タッキング、アタッキングのカウンター。後半戦が始まりました。ここベルティンスアレーナでは席を立っていた観客が席に戻り始めています。これはラウル・ガルシア、バレンシア、クロス来た。ここは押し出します。さあバロテッリです。ボランチ下げてサイドに追い込む。ルイス・アドリアーヌ、相手のゴール前でパスを回します。メネス、スローインでシュートが再開となります。フィル・ジョーンズ、オリビエ・ジルー。堀池さん、この選手は前半もっと活躍していてもいいはずですよね。はい、ポストに弾かれたシュートは惜しかったですね。オフサイドかと思っちゃって蹴っちゃった。ちょっと焦ったな。現在同点ですから、決まっていればリードして折り返せていましたね。
晴らしいタックルです。ジルーもう一回、わー惜しい。これを止めたんですからフィールドも奮起してほしいですね。あ、色気出しちゃった今。ナイジェル・デヨング、ルカ・アントネッリ、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。もったいない。うい、嘘だろ今の。メネス、ナセル・シャドリ、これはラウル・ガルシア、危険な位置です。緊張感が増してきます。行くで。そこ通らないんだな最後のところな。ここで攻守が入れ替わります。シュート、ファールじゃないの今。コーナーキックで続きます。バレンシアいいなやっぱり。コーナー無理か、近すぎたね。気迫が伝わるセーブでしたね。この試合分かりませんよ。パスは頭でつなぎました。どう、いや今のボールよこせってやってなかった。これはもったいない、ボールを失いました。デヨンク、切り返す切り返す。アンドレア・ポーリー、打った。シュートはしっかり詰めている。これは残念。クリアクリア。ボールを手放してしまいました。アンドレア・ポーリー、フィル・ジョーンズ、ここにデフォー、ジルー、いいパスだ。オッケー、カウンター入った。いいカウンターでした。交代で入っていい動きを見せています。後半になってようやく試合が動き始めました。つまらないミスでボールを失いました。相手動揺してる。ラウル・ガルシアのところに行きました。ケリー、これはうまいインターセプト。ちょっと見え見えでしたね今の。 OK、 もう一回頑張る。あーすごい、3人行きすぎ、裏取られた。あぶねえ、まだまだクリアしちゃった。スローインです。バランスいこう。アバーテ、ナイジェル・デヨング、奪ったチャンス。メネス、キーパー、うわ危ねえ。ボールを弾く、あのボールがね自分の方になった瞬間のあの守備とあれの切り替えが全然うまくいかないんですよね。切り込める。あーでかい。レノン、キックからのリスタートとなります。ボールを保持してるときだけあれなのか。ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ええ、ここでゴールを決められれば流れを変えられます。ルイスアド、何やってんのって感じ。同点です。あー今のもひどいな。ここにデフォー、バレンシア、オリビエ・ジルー、うわ今の通んないか。タッとした方も素晴らしいですよ。今日の試合を象徴するプレーですね。バロテッリ、ボールを運びゴールに襲いかかります。選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。アバーテ、ファール。向こうの選手が負傷したのか。
ナセル・シャドリ。やっと。いやそこじゃないんだよね。はいです。アンドレア・ポーリー。スコアは1対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。ちょっと失点が悔やまれますね。ボールポジションで大きく差が出ました。カウンターはね、いい得点だったんですけど。はい、ご視聴ありがとうございます。だんだんプレイに慣れてきたので、オンラインモードもやっていきたいと思います。よろしければ次回もご視聴いただけたらと思います。